アイアス・ストリブリングは、アメリカ海軍の士官で、階級は少々。米戦争、第二次バーバリ戦争、米北戦争、南北戦争に参加したほか、東インド艦隊司令官も務めた。ストリブリングは1796年9月22日、サウスカロライナ州ペンドルトンで生まれた。1812年6月18日に、士官候補生となったが、 その日に米国は英国に対して戦線布告し、米英戦争が始まっている。ストリブリングは搬送フリゲートマケドニアンに8 1 3年1月1日から1814年4月まで乗り組み、その後1815年4月まで搬送フリゲートもホークに勤務した。1814年の夏から秋にかけてモホークはオンタリオ湖にあり、キングストンの封鎖に従事した。 米英戦争終了後、ストリブリングは、再び、マケドニアンの陸みとなり、1815年には、スティーブン・リケーター大将の艦隊の一員として、二隻のアルジェリア軍艦を打破している。1815年10月には、半送フリゲートコンステレーション勤務に移動し、1817年に、艦と共に、米国に戻った。1818 18年4月1日には、大尉に昇進し、 ブリック・ホーネット、搬送戦闘スループ・ピーコック、搬送フリゲート・ジョン・アダムス、さらにコンステレーションに乗り組み、西インド諸島の海賊を相当した。1823年には、キューバ沖で2隻の橋家を指揮する任務を与えられ、海賊のスクーナーを打破している。米牧戦争の間、ストリブリングは、戦列艦を配慮の乗員として、 カリフォルニア及びメキシコ西海岸での作戦に従事した。1851年から1853年までアナポリス海軍兵学校長を務めた。1853年8月1日に大佐に昇進した。1854年から55年にかけてスクリューフリゲート3者新都の艦長となり、 1857年から1859年には、ペンサコラ海軍校省長を務めた。1859年から2年間、ストリブリングは代償として、東インド艦隊の司令官を務めた。蒸気戦闘スループハートフォードを機関とした。1861年、米国に戻ると、すぐに南北戦争が勃発した。すでに長期間の海軍軍歴を有していたため、 1862年8月2日に退役となり、大将に昇進した。しかしながら、戦争が長引いたため直ちに現役に復帰した。1864年9月23日まで、フィラデルフィア海軍交渉長を務めている。続いて、東メキシコンフ風サ艦隊の司令官となり、終戦までその職にあった。1866年8月6日。 少々に進級。1871年9月18日まで、現役を務めた。1880年1月17日、ウェストバージニア州マーティンスバーグで死亡。ウィックス級駆逐艦 DD-96 及び、ギアリング級駆逐艦 DD-867 にストリブリングの名前が付けられた。また、海軍兵学校のストリブリング廊下も、 彼の名前から取ったものである。ありがとうございます。